ダンサーにするがいい。これ香港にしか生きてないんじゃない。じゃあ太陽さんだ。はい、じゃあ一応設定とかいじりながらこのゲームの概要を説明します。よろしくお願いします。まあ見た感じこのファズモ感出てると思うけど、我々の目的は、お化けの正体特定とかそういうしょうもないことじゃありません。お、なるほど。こういう廃墟に突入して、洞説を増やすのとスパチャをいただくのが目的です。そう、配信をしに行きます。我々は痛い集団なので。じゃあ俺らも痛いやんほな。そうこれはヘッドセット。ギルギルさん、葬式はまだコメント2回目はねちょっとあまりにも悪質なコメントはねちょっとブロックさせていただいて。これでいくか。これでいくか。成功したかったんだ。ほっといてくれ。成功に入れられた。失われた骨を見つけて儀式で全て燃やしてください。あ、こっからあれだ、あれが始まるんだ。骨を拾い集めて燃やせってよ。戻ってきちゃった。あ、いるんだから、なんかいるんだから。上司のあなたを追いかけさせる。上司って誰上司ミッション俺あ、いった死んだ。死ね死ねって言うな、死ねって言うな、死ねって言うな、死ねって言うな。死んだー。やめて。ノックさん、あなたは初心ですか。そうです。あれ、なんか俺。言うてんねんけど、なあ。俺の画面終わってんだけど。とっ捕まって、そっから動かなくなっちゃった。俺今どうなってる。動かなくなっちゃった。マジ。俺今どうなってる。あ、これボスじゃね？いっちゃんのボスや、これ多分そうだよな。ボスの写真撮ってください。写真撮ります。撮った。襲われてるとこ写真撮った。探し物やないか。探し物やな。写真撮ります。これ写真撮ります。俺が固定しちゃってんのかこのボスを。写真撮ります。この距離の写真いいでしょ。わけは。一旦写真撮ってる。一旦ください。写真撮ります。こいつ誰だよ、俺が。こいつ誰だよ、この配信って何？俺が聞きたい。本当はこれに追っかけ回されて超危ねえっていうゲームのはずなんだけど。すげえな、いまだにタンゲさんだけちゃんとビビっとるね。いいね。